国内 LCC ジェットスタージャパンの旭川と東京成田間の就航記念セレモニーが今月15日旭川空港で行われました。ジェットスタージャパンの田中執行役員は挨拶で、成田から来るお客様に元気に頑張る旭川地域の姿を見せてほしいと話していました。旭川の新しい歴史の扉が開きました。今津市長は都市型スキーリゾートの魅力を多くの人に楽しんでもらいたいと期待を語っていました。ありがとうございます。本日よりジェットスター旭川成田路線が就航いたします。ラーメンを模した横断幕で就航を祝い合いました。この後搭乗客へは記念品が配られました。ご搭乗ありがとうございます。ジェットスタージャパンの運航は1日1往復、東京への移動がより身近になります。ロボットを使った子ども向けの認知症出前講座が今月12日に旭川市立長山南小学校で行われました。認知症は脳の細胞がすごく減ってしまって働きが悪くなる病気なんだ。これまでできていたことが難しくなり、今までのような生活ができなくなってしまうんだよ。高齢者支援を行う地域の包括支援センターと社会貢献に取り組むソフトバンクが共同で行ったもので、ペッパー君が会話中突然怒り出したり不安があるなどして子どもたちに認知症患者への接し方を教えました。僕の肩にゆっくり手を置いて僕に目線を合わせてみてね。優しく相手が嫌な気持ちにならないように言ったらいいなと思います。もし身近にそういう人がいたら今日習ったこととか知ったこととかで支えてあげたいなって思いました。子どもたちは認知症への理解を深めていました。次回の12月30日放送の旭川市民ニュースは年末特別番組放送のため午前11時45分に時間をずらして放送します。ぜひご覧ください。